ジョン・ニール・レーガンは、アメリカのラジオ局のマネージャー、CBS シニアプロデューサー、マッキャン・エリクソン上級副社長、ロナルド・レーガンの2位、ニールとロナルド出生時に、カトリックとして、洗礼を受けた。幼児期に、母、ネルのディサイプルスに入信したが、若いうちに、父、ジャックのカトリック信仰に傾いていった。若い頃は賑やかで、 社交的な性格として言われた。1933年、経済学士としてユーリカ大学を卒業した。カリフォルニア州に行き、テレビプロデューサーや広告会社の幹部としてのキャリアを確立した。1930年代から1950年代にかけてラジオシリーズドクター・クリスチャンの監督を務めた。タグボート、アニー・セール・アゲインやドー・ボイス・イン・アイルランド。 などの映画で脇役としても活動した。テレビシリーズですバレーデイズでは弟、ロナルドの監督を務めた。ハリウッドやロサンゼルスのアドバタイジングクラブスをはじめ、ロサンゼルスの障害児学会、サンタモニカのケネディ児童研究センター、ロサンゼルスの自然史博物館などで、館長や会長を務めた。ニールとロナルド1981年1972年、 共和党全国大会。1980年、共和党全国大会では、カリフォルニア州選出の補欠議員であった。1996年12月の死の前に、ユーリカ大学の理事を2期務めた。1970年には、ロナルドとニールの両方に敬意を表して、ユーリカ大学キャンパスのレーガン体育センターが建設された。12年後、ロナルド・レーガンは、 同地で有名なユーリカ大学における演説を行っている。妻のベスは2010年に102歳で死去した。ありがとうございます。